雨が降りしきる道路で目撃されたのは乗用車に追突したトラックが止まることなく道路を走り続けていたのです映像が撮影されたのは中国四川省追突された車はトラックから離れようとアクセルを踏みタイヤを回転させますが その後、滑りながら車体の向きを変え、遠跡に衝突。ようやく止まりました。一体なぜこのような事態となったのか。現地メディアなどによると、当時、トラックのドライバーは運転中に電話をしていて、車線変更した車に気づかず衝突。そのままおよそ1分半にわたり走り続けたということです。しかし、 なぜトラックは止まることなく走り続けたのでしょうか。その理由は。車に衝突したことに気がつかなかった。事故後、追突された車のボディはべっこりとへこみ、ボロボロ。幸い、ドライバーたちに怪我はなく、警察は事故の詳しい原因を調べています。